今日の表現はこれですね。知事に色なんねよ。これ知事って何でしたっけ？知事？あ、よく覚えてましたね。いやいや、知らないけど、なんかね、知事、なんか知事。似てるから、うん、と思った。で、前もやりましたよ、これ。うん、今日の話題、これですよね。じゃあ、知事にって言ったら、自信が、何ですか？色なんねよって。色なんだったら何ですかね？起きる。そうですね。じゃあ、これがついたら、過去形ですね。ですから起きましたねっていう感じですね。知事に色なんねよと、でこれちょっと大きいっていう時は何て言えばいいですかね。食うか、お食ったって言ったね。あ、もう一つちょっと一つ足りなかったですね。くんですね。大きいって、大きいってね、ですから後にこの名詞がついているときはくんですね。くだったら大きいということですけども、この大きい地震が起きましたねと、はい、まあ、これ分かりますよね。次、はい、けんちゃんにしょっそよ。大丈夫でしたか。今日冴えてますね。すごい冴えてる。いや、地震が起きたかなんかそれだけですから。まあ、けんちゃんとあったのはまあ大丈夫だって言い方ですよね。で、この、しょっそよっていうのは、この、敬語ですよね。ですから、大丈夫でしたかって言うんですけど、それが、まあ、尊敬語が入っているって言うんですね。ですから、けんちゃんのしょっそよっていう感じですね。はい、じゃあ、発音してみましょう。くんちじに色なんねよ。くんちじに色なんねよ。けんちゃんのしょっそよ。けんちゃんのしょっそよ。でそれに対して皆さんは何て答えたらいいでしょうか。大丈夫でした。けんちゃなよ。まあ、けんちゃなでもいいですね。まあ、答えはこれですね。ねえ、まあ、けんちゃなっそよ。ね、괜찮았어요。ね、괜찮았어요。もう書くのにもうあれですよ、大変ですよ、皆さん。発音するとね。はい、そういうことですね。